戦の多いですが、はい、あの所属チームの活躍を考えると本当にあの今今シーズン乗ってる選手ですから。そうですね、得点をすごく期待感はありますよね。うまくかわした吉田麻也、鎌田の頭の上を越えて長友、残り時間を考えながらの前半のプレーになってきます。まだ前半42分です。伊藤純也、1対1、まあ、無理をしませんでした。今夜今度は堂安が開いている、はい、堂安の左足入ってきます。ここは連携が少しありませんでした。クロアチア、イザノビッチです。さあ日本、再びコーナーキックです。堂安の左足、ここまでセットプレーでは変化をつけてきている日本です。堂安はここはニア、カワの近くにいますが、ここはショートコーナー選択、そして中に入れる。ここから壁を作ってきた。シュナ、シュナ、シュナ、入った、決めた。あくまでだ。大丈夫だ。